昨日、震度5強の地震を記録した八代市では、家屋の倒壊などの被害は報告されていませんが、自主避難をする人が増えています。中継です。八代市総合体育館前です。現在、こちらの体育館ではおよそ200人の方が避難しています。八代市内は電気、水道、ガスなどのライフラインは確保されていて、食料も手に入ります。 また家屋の倒壊も報告されていませんしかしち体育館隣にある駐車場では昨日夕方に起きた震度5強の地震の後避難してきた方々が続々と集まってきました駐車場は満車の状態となり車で避難した人のほとんどがそのまま車の中で一夜を過ごしました眠れません怖くて怖くて <laughs> でも家には帰れないんですよね家にちょっとひびが入ってるような状態だから中に泊まるつもりで来たんですけど <laughs> 中には泊まれず車の中で寝ました避難者の方々にお話を伺うと八代周辺で地震が起き始めていることを警戒する言葉が多く聞かれました八代市内には75カ所の避難所があり夜は1万3000人を超える方が避難しています しかし日中は2300人程度と家で夜を過ごすことに不安を感じている人が日増しに増えてきています。